ポールポジション1コースには1番の平高菜那、おととし昨年と V5、今年はこれまで V4、自らの記録にこの8月で並ぶことができますか、平高1コースへ。こちらはここまで通算4回の優勝ですが、まだ年間複数の優勝がありません。決定力の高さは折り紙付き。伸び型プリンセスは高田光2コースから、3コースには3番の松本明恵、テクニカルなハンドルワークを生かすには高田の隣という絶好の魅力的な位置を得ました。角14番の宇野弥生、縦へのパワーがどうであれ自分らしく自分らしいレースを貫いて4コース角から、浜名湖の雪辱は徳山で晴らす5コース5番の桜本歩美、そして夏の女王、なんとか優勝戦に間に合いました6番遠藤恵美、6コース3対3の枠なりインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ここ1番4コースからコースタートは4番の宇野弥生、その内側から2番高田が出ていく。1番平高どうか、抵抗するも叩いた2番の高田光、打ち合いた4番の宇野弥生に差し場到来。さあ2人の首位争い、4番宇野差し切ったか、粘る2番高田光、スタートは前提正常でした。最内を的確に捉えてきました4番の宇野弥生が先頭に上がる。ただ外に2番の高田がいる、内から6番遠藤も近づく。一周にマーク、決死のつけばい2番の高田光、健康一滴外から攻める。しかし内側で耐えしのぎました4番の宇野弥生です。3番手には遠藤をかわして3番の松本が浮上、4番2番3番の順2周目に入っています。先頭4番の宇野弥生、その後ろ2番手2番の高田光、懸命に食い下がるんですがどうか。もう一度へさきが近づきつつありますが、まだ宇野の前には見えない一定審判の壁がある。2番の高田光2番手、4番2番の上位体系、3番手は再び6番の遠藤が舞い戻るか、外に3番松本、1番平高も巻き返す。2周にマークの旋回、4番宇野先頭のまま2番高田、少しずつ宇野の背中が遠くなってきた。変わらず3番手6番の遠藤恵美、4番2番6番の上位体系に変動なく、レースは最終周回に入っています。まさに今シリーズを象徴するように実力伯仲混戦模様、その中で光ったのは宇野弥生の見事なハンドルワーク。先頭4番宇野、2番高田が2番手、その後ろ6番遠藤、さらに突き放しての3番手、4番2番6番の順。今年2回目、通算16回目、そしてここ徳山では初めての VA。 4番宇野弥生先頭、その後ろ2番手2番の高田、力尽きたか2番手までというところ、6番遠藤3番手。優勝戦は波乱含みの結末、先頭4番宇野弥生優勝ゴールイン、2番高田ゴールイン、6番遠藤ゴールイン、3番松本ゴールイン、1番平高ゴールイン、ラスト5番桜本ゴールイン。